すべてを失いながらも、なおここまでたどり着くか。その無謀さ、少し憧れるな。だが、お前は私を拒んだ。私も横着をくれてやるわけにはいかぬ。もはや雌雄を決しなければなるまい。最後に聞こう。お前は、私を止めたいのか、それとも、王になりたいのか。本音はどちらだ。どちらでも同じことだ。同じなものか。王がいくら民の痛みを肩代わりしようが、楽園など訪れなかった。今の王国がその証ではないか。しかし、それも今やせんなきこと。我が力は完全になった。今こそ、嘘にまみれた夢もろともこの手で葬ってやる。王家の血筋も、アーキタイプも、ここに途絶える。夜明けとともに、新しい時代が訪れるのだ。さっきから聞いてれば、何が新しい時代よ。彼の何がわかんの？あんたなんか壊してるだけじゃない！あんたは夢を信じられない。だから、地道なこと、複雑なこと、ゆっくりとしか変わらないことを信じられない。それで全部諦めますってだけじゃないの！あんたなんかに絶対負けない！あんたなんか、次の世界に逃げ出したいだけの臆病者よ！もはや言葉は、役割を終えたようだ。是非もなし。なんてマグラなの。アーキタイプの神髄の力、その程度か。強さが増してる。こんな短い間に。これが王爵を得るということだ。もう抗う。言っただろ。私はお前に島では望んでいない。改めて受けよ。我が新世界にふさわしい姿となるがいい。ほう、もはや瞬時には強化せぬ。ではさらにマグラをくれてやる。何？我が理想を阻む。ついに。
いなくなったか。起きて、お願いだから起きて。目が覚めたか。僕が君を呼び寄せた。間一髪さ。自分が何をしたか覚えているかい？確か自分の心臓を。まったく驚きだ。術を逃れるためとはいえ、あんな手に出るとは。私が救っていなければ本当に死んでいたぞ。だが安心していい。もう君は危険な目には合わない。ここはあんな地獄とは全く別世界さ。初めて会った時のことを覚えているかい？この場所が世界のどこなのか、いずれ君が旅で手がかりを見つけ出すに違いない、そう思っていた。でもね、それは間違いだったんだ。ここはね、この世のどこでもなかったんだよ。いや、この言い方は正しくないな。ここは現実と幻想の狭間だ。つまり我々が今まで過ごしてきた世界こそ幻想。旅はすべて幻だったということだ。幻？あの世界には絶望しかない。もう良くはならない。もがきの地獄が待っているだけだ。私は理想世界を作り出せると信じてきた。思いさえあればいつかそれを成し遂げる者が現れると。しかしそれも間違いだったことに気がついた。幻想はやはり幻想のままだったんだ。だがそれはあの世界でのことでしかない。本当の現実はあんな動乱の地獄じゃない。というよりそこは君もよく知っている景色さ。すでに知っているはずだ。文字を通じてね。さあ、見たまえ。これは…そうだ、僕が表した小説に描かれた世界。君が今まで幻想と思っていた世界こそ現実なんだ。あの世界が全て幻想で、小説の中の世界が現実。よく知っているだろう。ここには危険な魔法も歪んだ差別も存在しない。さあ、あとは君が今までの全てを幻想に過ぎなかったと認め、ここから踏み出せばこの現実の住人になれる。革命の旅などひとときの夢物語だったのさ。僕と共に現実へと帰ろう。そんなことが本当にできるのか。何も心配しなくていい。ここを現実だと認めさえすればみんな助かるのさ。あの世界はもう変われない。転機となるはずだった王の魔法も全て無駄に終わった。結局民衆が選ぼうとしているのは変化じゃない。増していく自分の不安を押し付けていられる相手、ただそれだけだ。ルイが終わらせようと考えたのも無理はない。そんな哀れな世界が現実でいいはずがないだろう。分かったよ。確かにその通りだ。目を覚ましてよ。そうだろう。所詮幻想と現実は別のもの。幻想の物語など
現実の前には何の力も持たぬエソラのと、それでいい。その選択を一体誰が咎められよう。では行こう。塔に腐り落ちた世界に固執しなくていい。あらゆるものにいつかは終わりが来るものなのだから。